皆さん、こんにちは。橋脚部分ですね、の政策について、この動画で、解説していきたいと思います。まず、作る前にですね、まず寸法確認をする必要がありますので、必要な、寸法のファイルですね、もうすでに PDF ファイルとして、ウェブクラスで公開しています。生産する前にですね、各部分の寸法を確認してください。詳細な寸法ですね、こういった、図面からも確認できますので、これを、今回は橋脚の図面ですね。この図面を、確認しながら、実施していきたいと思います。で、まずですね、作る前に、単価率を作る前に、まず、下書きして、下書きしながらですね、具体的な寸法を書き下ろして、必要があります。作るときにですね、の参考になりますので。で、まずは、橋脚の正面の部分ですね。こういった、四方形の部分ですね。橋脚の横幅の部分といった斜めの部分。といった正面の部分ですね。まず三次元の図面を使うんですね。こういった、正面からも見た感じの図面を作ります。この高さ、この幅は、あるいはこの高さの横幅ですね。全部、図面から読み取ることができます。この幅は、全体の幅は 67mm を、として作りますね。縮尺としては100分の1ですので、この部分ですね、上の方が67ですが、下の部分になると、40mm になります。この高さは500で、この高さは、500というのは5ミリですね。この高さは10ミリとしてあります。そうすると、その通りに、こういった図面を書きますですね。それに3次元の図面を斜め図を書くためには、こういった斜め向きに、上の面ですね、書いて、底面を書いて、また、さらにですね、中央の方の底面を書けば、3次元の図を書けます。手書きの時には、この面を書いて、この面を書いて、この面を書いたら、斜めに線を平行的に引きますですね。この線を全部平行的に引きます。平行的に同じ長さで引きます。ちなみにこの幅は2.3メートルなので、23ミリとして、作ればいいです。この三次元の図面が非常に重要で、単価率には、どの目に対応しているかを三次元的に変えないといかないので、まず三次元の図を作るのがまず始めです。で、次に、このままこの面はもう正面図になります。正面図になりますね。正面から見ている時の正面図です。そして横から見ると、こういうような側面図が、これを使って、第三角形で書くと、この面はこの正面。これは上の面ですね。平面図です。よかった、可能でしたら、真ん中に橋脚の部分の位置を8線で書いて、橋脚、ここ、テーパーの部分の線も8線で書くことも、お勧めしております。そして、側面から見ている側面図は、このような図面になります。幅、高さからもですね。全部、この幅が、23ミリで、この幅も、前の爪から、この幅ですね、1.5メートル、つまり15ミリ。両側はそれぞれ400ですね、4ミリに縮んでいる状態です。全体の幅は23ミリメートル。なので、橋脚のこの幅は、1.5ミリメートルなので、模型作るときには15ミリで作ります。上から23から15まではテーパーしてます。ここも、テーパーしてますね。6.7メートルから5メートルにテーパーしています。この点を注意しないといかないです。これで寸法ですね。これで図を書いているときに、横側に全部寸法を書いておくのが必要です。それは大事なことですね。これを用いて、特にこの面とこの面ですね。
斜めの面が、三次元的に斜めになっている面がありますので、で、この面の長さですね、展開図の中に、側面図とこうなっていることになります。これは展開図の、同じ書いてある走行の部分ですね。側面図はこう書いているんだけど、実際に展開するときに、こう斜めの面をこう引っ張ると長くなりますよと、実の寸法になりますよと、伸びます。これはどうする、どう変えればいいかというと、この面からここを見ると、こう見るとですね、ここは400、縦方向は500なので、500なんですが、この面から見るとですね、この面から見ると、この面の長さになりますね。この長さはこの面の長さになります。この高さは500で、横幅は 1.35 メートルですから、これを A と、500A と、これを B として、ルートの地上で計算します。計算したら、13.5、1.35 メートルですね。つまり、13.5、まあ14でも13でも、大体、いいので、13ミリメートルですね。として、まあ、作ることが、作れば、寸法が当たっているはずです。そして、まあ、多少、生産誤差も許されますので、まあ、特に問題ないです。ですね。500と13で、こう、で、掛け算して、最後は、確かに14で、何ていうんですね。そういった寸法になります。ですので、こういう、斜めの方の計算も、前通りの説明ですので、三角的に、三次元的に、見ればいいですね。例えば、これは A、これは B でしたら、斜めの方が D ですね。この長さは、この幅とこの幅のルートの地上として計算することができます。こうすると、この面から見ると、ここは三角形になりますね。直角の三角形になりますので、AB から D を計算することができます。と計算すると、この実際にこのここからこの距離が計算されます。まあ、同じように、この面ですね。この面を見ているときに、ここの部分を見れます。なぜかというと、この面を、の、こういう幅を見るときには、側面から見れば、三角になります。ここ400、500から、斜めの方ですね。線の長さを計算して、この面の長さに計算することになります。ということですね。まあ、つまり、もともとここは500だったのに、少し伸ばしてですね、5、6ぐらいになりますね。まあ、詳しく見ると、まあ、ここは少し引っ張っている。で、これも斜めで見ている状況から、展開図するときには、このようにですね、開いている寸法になります。具体的な寸法の計算は、ぜひ自分で計算してください。ここでは、具体的な数字を見せないようにしています。そうすると、三次元の展開図ですね。こういったものを、この面ですね。はここ、この面で、それにつながっているこの面は、こう展開してますですね。まあ、反対側と外側も、まあ、同じで、まあ、繰り返しになります。でさらに、この面、上の面と一番下の面ですね。まあ、加えると、展開図になります。基本的には、こういった展開の方法が、無駄かなと思います。もちろん、縦方向の展開ですね。縦方向の、こういう方向の展開も可能です。そうすると、この面はこの上につながっていて、このものがこのここにつながって、この面がここにつながっていることが、あるいはこの方向ですね、つながっていくことも可能です。まあ、いろんな展開の方法でありますが、今回はおそらく、まあ、いろいろと皆さんいろいろと試してみたらいいと思いますが、おそらく紙の使い方としては、これは非常にコンパクト、最もコンパクトな、展開図になります。まあ、自分で、展開図、本当はまあ自分で展開図を変えて、作るものですから、まあ、今回は、オンラインの授業というところで、特別に皆さん、
こういったものを、ね、使用しています。そして、のりしろの部分ですね。のりしろ の部分は、こういった部分ですね。この面からこの面と接着するためには、これは必要です。実際、この長さとこの長さと同じですね。そして、三次元的に想像して、これをこう戻すときに、これがこう戻すときには、実際、この面と接着するんですね。この面とこの面、この線とこの線をで接着。この線とこの線と接着します。この面とこの面と接着して、この面とこの面と接着。この面とこの面と接着。こことここと接着ですね。こことここと接着。こことここと接着。で、こことここ。さらに、この間ですね。この間で、接着すれば OK です。これを切り出して、まあ、作ればいいので、それぞれの寸法ですね。自分で単月で双方で作るときには、それぞれ寸法ですね。書いて、置く必要があります。最後にですね、全体的な幅を把握して、A4 の紙ですね。A4 の紙の中に入っているかどうかを確認してください。A4 の紙は横方ですね。幅の広い方が 297mm で、縦方向は 220mm で、今回は、収めることができますので OK ですね。はい、そして作るときには一番左側に沿って、一番左側に沿って作りますので、そうすると切り出しの、手間が一番少なくなります。このような状態で、まず軸線を作ります。大体皆さん分かるんですかね。この線が、橋脚の天端のあたりの線となります。この幅ですね。になります。そして展開図したらこのような状況になります。そうすると具体的に書いておくと、軸線を使って書いておくと、まあ、このような形になります。ちょっと色と手を書くときに汚くなっている部分がありますが、あとでですね、消しゴムで、消してきれいに仕上げしていきましょう。あとは切り出しですね。この線に沿って、実際にその部分に沿って切り出します。ここの線ですね。山折りするときには、この面が外になってしまいますので、けどかなり汚い。ね。この発線とかですね、すべての発線に対しては、谷折りすれば、この面が内側に入りますので、よりは、きれいに作れます。全部これを切り出します。切り出すと、まあ、このように。最後に完成します。最後に完成しますですね。まあ、ちょっと接着の部分、おろしの接着の部分がちょっと甘いところがありましたので、まあ、大体まあこのような感じで作りました。はい、今回の動画は以上です。皆さん、橋脚の作り方が分かりましたでしょうか。何か問題、質問がありましたらですね、ウェブクラスでメッセージを残して、あるいは直接メールでも問われたので連絡してください。はい、今日の動画は以上です。